この世界についてすごく知りたいと思って作品を作っているんです。認識できない世界がいくつもいくつもこの世の中には多層になっているんだと、その作品を見て感じるきっかけになってくれるとすごく嬉しい。作り出すのは私たちが生きるこの世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アート作家月野カエル、社会人経験を経て46歳で念願だった美術の世界へ。遅咲きの彼が今追い求める幼少期の好奇心。子どもの時代に綺麗だなとか好きだなと思ったものを中にこう叩き込んで重ねていくような感じですね。作品を作ってるっていうことは、子どもの頃に欲しかったものとかを取り戻しに行く作業だと思っているんですよ。なのでネガティブな気持ちになるものは一切入ってない。見た人もポジティブな気持ちになれるような作品にしたいと思っていますね。作品を通してポジティブな気持ちになってほしい、そんな空間を額縁の中に作り出す彼なりの表現方法。いろんな素材を使っているんですけども、原画がデジタルで作っていて、それを印刷したものを切って階層構造にしながら、レジンっていう樹脂で固めてコーティングをして作っていくものなんですけども、例えば人間とか生き物とか植物も含めてなんですけども、いろんな命が折り重なって美しい世界を作っているような、そういう様子を作りたいというふうに思って作っています。異素材が重なり合う空間は今私たちが生きる世界そのもの。そんな世界を表現することで鑑賞者に感じてほしいこと。自分に見えてる世界イコールこの世界オンリーだというふうに思ってしまう人が多いと思うんですけれども、例えば人間の中でも思想心情が違うと同じ景色が違って見えたりとか、そういういろんな世界や考え方があるんだっていうことを感じ取れるような、そういう気持ちが出てくるような作品にしたいと思っていますね。自分だけの世界を一歩飛び出すことで、この世界はどんどん広がっていく。現代を生きていく人たちへ、月野カエルが伝えたいこと。46になってこれをやり始めたんですけど、何を始めるにしてもスタートが遅いってことは絶対にない、一つのきっかけなんじゃないかなと思うんですよね。やりたいこととか、そういう気持ちを積み上げていく限りは世界が広がって見えるんじゃないかなと思うんですよね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家梅原芳幸のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。